NEC グリーンロケッツの皆さんと、せーの、ラグイチ。今日はお三方、このラグイチでどんなことをやってくれるんですか？今日は普通のキックはよくあると思うので、キックゴルフぜひやりたいと思います。キックゴルフ、何ですかそれは？ゴルフはもう的はどこでもいいんですけど、例えばそこの赤いコーンあるんですけど、おりますね、ある地点から決めて、もう本当にパー5みたいな感じで4打で当てたらバーディーみたいな、でどっちの方が打数を少なくあそこに当てれるかっていうキックのちょっとまあファンクション的な練習です。へえ。今日はまず交互に蹴ります。はい。もし僕が蹴ったら次、あそこの先。はい。っていう感じで、最初あそこ左のポールカバー、NEC って書いてある。はい。ラグビーのポールが立ってるところですね。に当てます。あっちに当てる。はい。左に当てて、今度当てたら赤いコーンを当てる。いきなりあの赤いコーンの方を狙うんじゃないんですか？一回ワンクッション入れて、これもうすぐホールインワンしちゃうんで、横山とか。え？ホールインワンしちゃうんで、それは簡単なんで、一回当ててからロングコース。さあでは2球目、じゃあこれティーショットになるわけですね。ティーショットです。おお、ティーショット、横山選手お願いします。まっすぐ通って、あ、ごめん。よし、面白い。吉野さんと私、吉野さんお願いしますよ。ああ、ちょっと。あ、でも曲がる。ああ、これまっすぐ転がしたら当たる。おお、ほら転がった、転がった。いい位置。で、じゃあ実際蹴った位置まで行くんですね。じゃあこう当てちゃう。やや遠い森田さんチームから。横山遠かったから、お前の方がやっぱり。森田選手お願いします。あ、転がした、当たった。いや、喜びの時の声の高さです。見た目ね。今転がすのもありなんですね。はい、そうそう、もちろん当たればいいし。いきます。お、あー、ちくしょう。ダメだったー。これ3球目ですね。おー、さすが。これがね、プロの技ですね。経験ですね。うわー、すごい。今もう、あっちの赤いコーンを狙うわけですね。あ、じゃあこれはちょっと距離を出したい。そうですね。おーわー、すげえ、めっちゃ飛んでる。おいしょー、まあ、戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。いきます。やばい、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 全然ダメだ。いい。僕はもう転がってくるんで前に。あ、うわー、あ、きれい。あ、え、あ、右に行った。まあまあ、これ当てちゃってもいいですか？いや、やったですね。あ、いいって、当てちゃって。さあでは横山選手、これで森田さんチームの5打目ですね。お願いします。マジで当たると思った今。いや、もう当たりちゃった。当たりそうでしたよ。僕結構マジで今当たる。お、お、お、いやー、いやー。いや、でもまあ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 。ちょっと攻めすぎた。全国のチビっ子らがラグビーキックゴルフは楽しいぞ。これは面白い。僕らあの
ット横山はバックスリー階級の本当のゴルフ場でやったんです。え？キックフリ。いいんですかやっても。できるところが関東に2カ所ぐらいあって。普通のゴルフのカップの横にこのくらいの円のカップが取った。え？すごいちっちゃい声で言うのか。あ！もうだよ。ピノック超しちゃったから。やばい。結構むずいっす、ね。もう当たっちゃったから。一番これサード。7打目。じゃ、うわあ！これはでかい。よしよし。7打目。プロの技見せてください。お願いします。来た。ちょっと今マイク拾ってくださ恥ずかしい大事なところを今ちょっとマイク拾ってくださ恥ずかしいかなお願いします。うわー勝ったやったやった勝ったイケメン倒したほら知識と経験はイケメン倒しますからやったやったお嬢さんのチョンパン。イエス。強いて言えばチョンあっても次やってどうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、私が楽しんでる間にずっと倉敷さんが撮ってくださってました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれ流行りそうですね。これ若い人からもう大人まで一緒に戦えるんでラグビーの中でも。そうですね。この撮影からすごい大きな大会につながるかもしれないんで、はい、あとはお願いしますちなみにこのラグビーのキックゴルフをやるとなんか実際のプレーだとどういうところに役に立つんですか。まあ、ロングキックだけではなくて細かいキックだったりそれこそグラバーという地面を這うキックを蹴ったりいろんなキックの種類が試合で蹴られてると思うんでその練習にもなりますし、まあ、これを見て試合で今度ゴロの蹴ってるとか、まあ、大きいの蹴ってるとか、そういう視点で見てもらえれば嬉しいかなと思います。おー、じゃあ NEC のチームの売りはディフェンスなんですが僕らはキックいつも一生懸命練習してるので試合場でぜひキックも見に来てください。お願いします。します。せーの、ラグイチ。